どうもこんにちは。ですね、今ちょっとあるものを買いに、下北沢まで来たんですけども、そのあるものとはこの駅じゃなかったんですよ。隣の駅でした。というわけでこれから行ってみたいと思います。これからちょっと乗り継いで行ってみたいと思います。しまっちゃったしまっちゃったよというわけで世田谷代田駅まで来ました。今ね、住宅街を歩いてるんですけど、今どこにね向かってるかと言いますと、ある場所に向かってます。世田谷区代田5丁目っていうところに来てます。そして、はい、白ひげのシュークリーム工房に来てます。中に入るとウェルカムと、2階に上がればお茶が飲めるそうです。周りはジブリグッズの宝庫ですね。かわいいです。店内の様子はパノラマ写真で撮ってみました。シータすげえな。ではでは、早速開けてみたいと思います。オープン。あ、かわいい、かわいいトトロですよ。カスタードクリーム味、キャラメルバナナクリーム味、ストロベリークリーム味、そして最後がチョコレートクリーム味です。はい、というわけでね、早速いただいてみたいと思います。まずこれはスタンダード、葉っぱがついてるやつはね、スタンダードな、カスタードクリーム。お命ちょうだい、つかまつります。頭から、生地がサクサクで、中にはたっぷりね入ってんの。これ割ってなくてお尻から入れるタイプなのね。あ、これ美味しい。サクサクしてる。うん、この生地がねすごく美味しい。美味しいの。うん、ナイスです。